はい、どうもサロンです。というわけでね、対戦動画やっていきたいと思うんですけれども、今回ねミライドン X、 まあやっぱりねめちゃくちゃ注目のデッキということで、まあかなり強いんですけど、まあ世間的に結構モココ型がまあ、 話題になってたと思うんですけど、まあ、モココなしのねターボミライドン EX みたいなのを今回作ってきて、ちょ個人的にもねモココなしでこっちの方が強いんじゃないかなと思ってるんで紹介していきたいと思います。大変よろしくお願いします。お願いします。新しいの入ってきた。新しいね。最初はグーグルじゃんけんぽい。はい、これで勝利。先行。はい。高一で殴るみたいな試合も結構あるから、そのパターンもちょっぴり見せたかった。はい、お願いします。お願いします。1枚。おー結構いいなこれ。ネストボール。はい、これね、もうネストボール1枚でいいのよ。なぜならばドン未来がいるから。ドン未来がいるから、うん、ドン未来の特性タンデムユニットを使います。はい、これ確かにあれだな、ここクレッフィーだったらめちゃくちゃうぜえな。まあ、レジエレキ無双。はい、レジエレキ無双でいきます。まあ、ここでミライドン EX でミライドン EX を持ってくるというパターンもあるんですが、まあ、別に次のターン使えばよくねっていうのがあるんで、一旦こうしてみた。2回使いのずるよ。手張りするんだけど、うん、これにむずいわ。エレキジェネレーターあるんだけどさ、うん、まあマリーがなくなったとはいえ、まあ、結構アルセウスケイトのデッキってジャッジマンとか使いやすいデッキあるね。なんでね、だから多分入ってるから、ジャッジマンでエレキジェネレーター流されたらうつ病になるから使います。はい、1枚か。まあ1枚で1枚でもいい。許しました。いや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 、これねめちゃくちゃ入れてんのよエネルギー。ああ、めちゃくちゃ入れてるからね、もう2枚当たってくれないとちょっとね納得できない。欲張りすぎよ。いやいや、はい、じゃあこれで、うーん、バン終わります。 あドローしない感じね。いや、ないんだよ。じゃあ1枚。アルセウス V 出してよかった。逆にこれあってなかったら終わってた可能性あるからね。何が？いや、ここ前倒されてアルセウスがさ、あ、飛ばされてる可能性があるから2枚目いてよかったなっていう話なんだけど、ビッパ出します。ビッパね、終了です。うん、サポなし渋めだね。あー、なるほど、1枚。じゃあなんかこうライコー V でいいかな。うん、ライコー V でいいや。で、博士寝ないけど引くかい。緊急使います。エレキジェネレーター、エレキジェネレーター、エレキジェネレーター、いっぱい打ちたいよ。あと進化、あいえあいえ。あ、もう逃げゼロになっちゃったから OK ってことね。待って、エネがない。お、エネがないです。エネがないので、やばいですこれ。困った、マジで。なんで俺エネめちゃくちゃ入ってんのに瞬速すんのこれ。いや、これマジで渋いけど、はい、ハイパーボール使うわ。はい、で、ちょっともうこの布陣をね全て進化。いやー、俺ちょっとエネルギーでもう言っちゃうと俺15枚構築なのよ。うん、めちゃくちゃ入ってんじゃん。そりゃ2枚当てたくなるよな。なのに今手張りすらできないっていう、隠し札すらできないっていう、はいはいはい、状況よ。終わり。はい、じゃあ1枚いきまーす。あー、まあでもね、レジエリキ君、いやこれさ、俺倒されると思ってさ、うん、確かになかったんだけどさ、スターマースであれじゃん、入れ替え札持ってこないといけないやつじゃん。困っちゃった。逆に逆にね、ハイパーボール、うん、雪道と、うんうん、超エネ切ります。困った。逆に逆にね、うん、アルセウスブスター持ってきて進化させて、まあでもね、ダブルタオルスターバース使います。入れ替え札とかね、サポとかねありますよね。でこの2枚ありえん悩み抜いた2枚ね、動画上ではカットされてるけど。ありえんほどね。もうね、結構しんどめの全てドローにかかってる2枚。でも結論としては、うん、まあ、サポで何かを引きに行きたいってことでしょ。そう、うん、まあ見せなくてもね、これがもう
今から全てを公開するから、入れ替えましょう。多分持ってきてんだろうな。そう、うん、で前に出して、うん、雪道張って雪道張ってで、あごめんギラティナ置いて、あじゃあダブルターボだ。で博士ダブルターボが欲しいわけだな。そうでもいやもう俺も殴ってないんだから引かないでよ俺だって見逃してやったじゃんこいつのことを。シュッ、うわー、取れる、うわー、ありがてー、見逃してやったじゃねえかよ。感謝のトリニティーノーマだ。カントリね。しかも雪道きついし、めっちゃで、1、2、3、はい、3枚を散らしちゃう感じね。散らしちゃーね。で、2枚と1枚つけて、どうぞ。1枚引きます。うわ、火花引いたけど何も倒されてねえよ。皆さん、ネストボールはね、ベンチが埋まってる時は打てないんで気をつけましょう。博士の研究、使います。はい、とりあえず、解決したスタジアムを引いたためビーチコート、はい、で、エネはあんのか。ですね、エネもあるんですけど、エレキジェネレーター、はい、5枚、ちょ2枚つけたい。よし、2枚あって、これって下じゃなくて切るのね。だから、まあここは確定で、はい、まあ、ライコイも1枚貼っておこうかな。隠し札もね、余裕あるから使いますよ。あー、使っちゃおう。はい、おらおら、うわ、もうなんか気持ちよくなってるわ15枚、はい、今までだってね、引かなかったもん、山札に眠ってんだから、エネルギーが。逃げて、こいつが今ね310出るマシーンと化してるので、元は手張りしないんだよな。手張りするか、手張りするかじゃあこれで、フォトンブラスター300で、はい、気絶で強っ。化け物だ、さすがにね。このターンはでも前は確実取らないと負けるので、本当は裏取りたいけど、いいや、ギラティナ前1枚いきます。はい、ハイパーボール、ビーダリングバーテボールってやつだ。ギラティナ捨てます。はい、でギラティナかな、ギラティナで。おい、ネストボール、はい、使います。いや持ってきません。はい、でギラティナ VS は進化します。おい、雪道を張り、いや、それはね、エネルギー張ってロストインパクトで、ここ2枚ロストで、はい、倒します。気絶、いや、ちょっと待って、ここ2枚なのか、クソか、これ前死ぬ前提ならね、もう前生きる前提で、生きる前提ね、生存ルートで1枚お願いします。まあ、とりあえずビーチコートはあるんですよね。はい、でこれやるとね、ちょっとしんどいわ。ネストボールで、はい、デッキアッシュキングを行っておくか。じゃあ隠し札使います。2枚、はい、あー、一旦穴抜け、一旦ね、もうそれはもうビッパーでちゃうわ。ビッパー来ちゃう、一生進化できなかったビッパーで、瞬足、はい、使って、これね、狙ってることもあるんです。いや、結構いけると思う。ビーチコートに逃げます。はい、手張りして、はい、セレナでアルセ取られるの、はい、じゃこれで大雷電220で、はい、倒れます。ね、相手結構ダブルターボじゃないときついと思うんだよね。2回1枚いきます。雪道、雪道で、いや、そう、その通りで、ダブルターボじゃないときついんだけど、そうなんだよ、考えた結果、ダブルターボで、ダブルターボをロストに送りながら攻撃なんだけど、そうすると、ベルトがあってもレジ力倒せないから、俺的にはもうそれ狙い、エネギレ狙い、
ていう感じなんだよね。ただ本当にキバナとかがあるとまあ結構そう本当は、ね、ややこしいんですけど違うサポなんだよね打つの。いやなんかそのジャッジマンなんだけど、うん、4枚ドローかけるかそれとも今ここでエネ張っちゃうかっていうので悩んでるけど、でもまあベルト引くっていうのもあるんだよな。ベルト引いてくれたら一応こいつが耐える可能性が高いため、うんうんうん、一旦もらえる気がするんだよね。なるほどね。エネ張るわ。はい、ジャッジマン、ジャッジマン。4枚引け。ああ、何一つ引かなかった。何もかも。とはいえ俺もね2パンプランなんでね。でこれはね俺エネを温存したいからこれねエンドだ気がするんだよね。なるほどね。エンドです。1枚引きます。ハイパーボールでを捨てて史上最強の状態にするわ。はい、120アップ。これで2612の14の120で倒せないやんけー。結局ライトニングロンドで倒せないという。まあベルトがあればっていう感じだね。手張りジャッジマン。はい、まあ、雪道あってきついにつき、まあ、大雷電打ってるので逃げまして、ハンドほぼ同じもの戻ってきたんだけど、ジャッジマンってこれあるよな。マリーはね絶対帰ってこない、ね、じゃこれでライトニングロンドで2612の14なんで140ダメージです。レジーリキは全員雪道で止まっております。ありがてえ。雪道連打きついな。でもまあ大ライデンであとはあいつしばいて勝ちの予定なんだけどな。140じゃあ1枚引きます。ただこいつがもう倒されるとすなわち負けなんだ。そうなんです。だよ俺のきついルートとしてはここがベルトボスで倒されて、そうだね、かつ傷薬とかで回復されたらきつい。まああとはベンチお互い展開できなくて、あそう、ね、みたいな勝ち筋ぐらいかな、うん、あるとしたらハイパーボールでサーナイトとキバナ、はい、トラッシュビーダルを持ってきて、うん、そのままハイパーボールで超エネと一緒に切ります。でもう一枚のビーダルを持ってきて進化じゃあ前歯使います。はい、5枚。はい、全てを手に入れた男。全てを手に入れたまずベルト、うん、セーナで、はい、やばこいつを取りに行く。もうエネないんだけど、うん、エネ張られてたらマジでやばかったか。いやでもまあ結局ね俺ちょっとこいつで倒せる予定だからないんだけど、じゃあこれで、はい、ロストインパクト310で、はい、ロストすんのがじゃあこの2枚、はい、でサイド3枚もらいます。はい、1枚。エネ手張り、ちょ待って俺これはい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 、変わる可能性ある。エレキジェネレーター引いたら、うん、こいつで殴る可能性あるからこっち前じゃないとダメだ。エネついてるやつ裏じゃないとダメで手張りして、で空の封印石意味もなく張って、博士の研究で、まあ、種ポケモン引いたら倒せるもんねそいつ。7枚。ちょっといない、え？ジェネレーターでいいんじゃないの？お？やあ、もういい！てかなんてこれ2枚これじゃん、これ。どっちもさ、うん、やばすぎでしょこれ。あ、と思ってる。いや、隠し隠し。封印石でいいじゃん。隠し札でいい。隠し札でいいじゃん。いやでも今これ山見ちゃったけど、うん、もう分かんない、覚えてなかった。覚えてなかった。いやでも実際はこれ貼って、あそうだね、スターアルケミーでって言って山見て。はい、うん、こうだっていう、はい、だからエレキジェネレーターで山見たらよく考えた。でこれでベンチ6体なんで、140出るんでライトニングロンドで勝ちというわけですね。はい、ありがとうございます。140ありがとうございました。ふぅ、いや違うわ、隠し札使えない。隠し札使えないわそう、いやでも、まあ、スターアルキムで使えるんで、まあ、最後ね、ぐだりましたけどぐだったけど勝ったという
ということでね。まあちょっとね、途中中だるみ2ターン目殴れなかった謎のトラブルありましたけど、まあ2ターン目どころか結構高校1ターン目とかでも殴れたりすることがかなり多いデッキなんで、これかなり強いと思ってます、このターボ型。うん、であと今回やってない、もうなんかわざわざ動画で見せる意味ないかなと思ってやってないけど、このね、空の噴石ドラピオンの動きもね、ミュウとかにめちゃくちゃ強かったりするから、結構いろんな範囲にね戦っていけるデッキとなってます。はい、デッキ紹介。はい、デッキ紹介です。今回使用したモココ不採用のターボミライドン EX デッキですね。ポケモンの採用はミライドン EX が3枚で、レジェリキが44で、ライコー V、ドラピオン V、輝く月光がクレッフィとなってます。まあミライドンからなんですけど、まあ2枚だとね、1枚サイド落ちしちゃうとミライドンでミライドン呼ぶパターンが、まあその動きはすごい強いってわけではないんですけど、まあできなかったりとか、単純にまあメインのアタッカーになってくるのもまあミライドンかなと思ってるんで、まあ3枚、うん、まあ2枚でも、まあ、ぶっちゃけ大丈夫かもしれないけど、うん、まあ3枚入れときました。でレジエリキラインはもう44でね、もう確定かなという感じで、まあ、レジエリキ VMAX のね上になる手段っていうのが進化の方とかがないから、まあ、フェザーボールとかね、まあ、キャプチャーアロマとかも選択肢になってはくるんですけど、まあ、現物の方がね、まあ、いいよねということで、もうここは44で硬いかなと思います。3体ぐらい立てたいですからね。でライコー V が1枚で、まあ、ライコー V は、封印石が使えるのと、まあ、2エネで殴れるアタカっていうのが優秀なんで、まあ、ミライドン3エネなんでね、まあ、なんでライコー V をね2枚に増やした方が、まあ、もしかしたら燃費よくね攻撃できていけるのかもしれない。うん、まあ、ライコー V2 のミライドン X2 とかの配分にするのもありかもと思ってます。でドラピオン V ね、まあ、これはもうミュウがね強いんでもう入れてますと、まあ、でも逆に言えば、ドラピオン V と空の封印石を揃えてしまえばミュウ VMAX デッキはね、まあ、かなりイージーに勝てますね。まあ、それで4枚取っちゃえば、あとはまあ残りの2枚をねライコー V かミライドン X でゲノセクトを倒すだけなんで、それをもう本気で狙っていくという感じになるのかなと思いますね。で、まあ、輝く月光がゲストボールから呼び出せるね、まあ、自己回避要因として、まあ、非常に優秀です。でクレッフィーね1枚採用してるんですけど、まあ、ロストデッキにめっちゃ強くするならここは2枚にしないといけなくて、2枚にするとね相手の穴抜けの紐対策になったりするのと、レジエリキ V のねスイッチボルトがねうまく使えれば、まあ、ロストにもかなり有利に戦っていけるので、まあ、2枚にするのもありなんですけど、まあ、とりあえず1枚は入れておけば先行1ターン目にね、まあ、とりあえず前クレッフィーにして番返すみたいな感じの動きができたりするんでね、まあ、1枚入れとくかなと思ってますね。まあでもできれば環境によっては2枚入れるって感じです。でトレーナーズがネストハイパーで、まあ、封印石1種類ずつ、まあ、空の封印石はライコー V で使えば、アルセス V とかをね頑張って倒せればサイド3枚取れたりとかもするし、まあ、あの V スター系のデッキにね強いですね。うん、あとまあ VMAX 系で、まあ、それ以外のデッキには森の封印石のね、スターアルケミ使っていくと。で、まあ、入れ替え札穴抜けに入れ替えカート1にしてて、最初入れ替えカート3にしてたんですけど、相手のクレッフィー出された時にね、タンデムユニットできないと結構めんどくさいなと思って、うん、穴抜け3でもいいかもしれないですね。なんか無駄にちょっと散らしちゃいました。でサポートが博士、ジャッジ、セレナ、ボス、キバナとしていまして、まあエネルギーがね本当にエレキジェネレーター頼りのデッキなんで、キバナは必要かなと思って、もしかしたらちょっとこう2枚とかじゃないとね大変かもしれない。うん、他の選択肢としてはクララとかミモザとか、まあ、そういうのもありなんかな。うん、まあでもちょっとあんまりそんなに必要性は感じないですね。スタジアムは、まあ、雪道めちゃくちゃきついんで3枚入れてるんですけど、まあ、ビーチコートでいいと思います。まあ、ビーチコート高校1ターン目攻撃できる可能性高めてくれたりとか、あとはまあライコーから入って瞬足してから逃げたりとか、まあ、クレフィー出しやすかったりとかね、まあ、あの汎用性一番高いスタジアムかなと思ってるんで、まあ、ビーチコートでいいかなと思ってます。でエネルギーね15枚、もうエレキジェネレーターでも絶対に2枚ヒットさせたいんでね、もう大量に入れてます。まあ、その分事故率とか上がっちゃうんですけど、まあ、これぐらいねあった方がいいんじゃないかなと現状は思っています。はい、というわけでね、今回はモココ型ではない、タイプのミライドン EX デッキターボミライドンを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ実際にねどっちが強いかっていうのは本当に今後の環境次第だったりとかする部分はあると思うんですが、現状ね社論的には、こっちのタイプの方が好きです。はい、というわけでね見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。